シェフズレシピのコーナーです。週替わりで4人のシェフがお役立ちレシピを紹介しています。今週はこの方、ホテルメトロポリタン秋田の岸則夫総料理長です。フランス料理のスペシャリストなんですよ。シェフ、今日は何を作りますか？今日はカラフルな野菜とサーモンのミルフィーユです。わあ、本当カラフルですね。華やかなメニューです。コース料理で食べるようなお料理なんですけれども、はい、ご家庭で簡単に作ることできますよ。まずは材料を見ていきましょう。4人分で掲載しています。刺身用サーモン 200g、 ショッツル大さじ1、ニンニク3分の1かけ、オリーブオイル 25cc、 玉ねぎ 50g、 生姜 10g、 パプリカ、赤、黄それぞれ 25g、 きゅうり 50g、 トマト 100g、 酢 15cc、 ディル一枝、そして塩コショウ適量です。はい、ではお願いします。まず野菜からですね。玉ねぎと生姜はみじん切りにして、他の野菜は小さな角切りにして、それぞれ塩で下味をつけておいてください。はい、塩で下味つけるんですね。はい、次にサーモンは生で食べれるものを準備しました。はいはい、薄く切って、ショッツルとオリーブオイルとニンニクをすりおろしたもの、これをボウルに入れて塗って30分ぐらいマリネしたものがこちらになります。はい、あらかじめマリネしてあります。はい、今日のポイントもぜひご確認ください。はい、刺身用のこのサーモンですけれども、もう味が染みていますので、はい、ちょっと水分を軽くこう取ってから、表面にこうオリーブオイルでツヤを出します。おお、水分を取ってからツヤを出すんですね。はい、セルクルを当てて、ちょうど同じ大きさに切り取ります。丸い形に切り取っていく。はい、四角い形でもいいんですけどね、今日は丸い形で、でこちらの方を重ねて、3段に重ねて間に野菜を入れて詰めます。はいはい、じゃこの丸い形を3枚用意するんです ね、はい、ですね。こちらの端っこの方も使いますので、はい、亀田さん、この後ほど、そうなんです、はい、この端っこの方、これも使うから残しておきましょう。はい、はい、次に野菜です。はい、野菜ですね。もうあらかじめ漬けて水分が出てきている状態ですので、まずは玉ねぎですね。はい、こちらの玉ねぎも水分を取ってからボウルに入れます。はい、玉ねぎ水分を取ってボウルに入れます。きゅうりですね。はい、続いてきゅうりですね、角切りにしてあります。はい、こちらをしっかり水分取った方がいいですかね。そうですね、あらかじめ下味してありますので、水分が出てきます、どうしてもね。はい、これをしっかり取ってから混ぜ合わせて、はい、改めて塩コショウとオリーブオイル、はい、それから酢で味付けをします。はい、さあ今度はパプリカ、はい、赤黄とでトマトですね。はい、トマト、ああ色がやはり鮮やかで綺麗ですね。でここに生姜です。はい、生姜を今度は入れていきます。はい、でこの中にディールの茎の部分ですね、はい、細かく切ったものがあります。茎の部分を入れるんですね。はい、そうです。葉っぱの部分は仕上げにまた使います。はい、取っておきましょう。はい、これに塩コショウ、はい、こちら適量です。そして酢ですね。はい、お酢 15cc です。はい、残ってるオリーブオイルを入れて、はい、全体を均等にかき混ぜます。はい、カラフルですね。これで味が整った状態ですので、はい、今度はこれを盛り付けしていきます。はい、いよいよ盛り付けなんですね。はい、まずお皿の中心に1枚先ほどのサーモンを乗せます。はい、サーモンを乗せます。セルクルを当てて野菜を、はい、あ、層にしていくんですね。ミルフィーユですのでね。そうなんミルフィーユ、はい、そして切れっぱしの方ね、ここでこういうのも
一緒に入れていきましょう、はい、先ほど取っておいてくださいってお伝えした、はい、丸くした形を取った時の切れ端も中に入れ込んでいきます、はい、効果になりますね、はい、はい、今2枚目のサーモンが入りました。同じ作業をこう2回繰り返して、はい、お野菜が入りました。最後に一番状態のいいものを上に乗せて軽くプレスします。はい、軽く押して、はい、だいたいお皿の中心にあることを確認したら、セルクルをゆっくり抜いていきます。抜くと、わー綺麗、ね、そして先ほど葉っぱの部分、これを一番上にこう乗せて飾り付けします。華やかですね、美しい、はい、これで完成です。はい、サーモンとカラフルな野菜のミルフィーユ完成です。詳しい作り方、そして材料は番組ホームページに掲載しています。また後ほどですね、公式 YouTube チャンネルにも動画が上がりますので、ゆっくりとこちらもご覧いただきたいと思います。クリスマスまでまだ時間があるので、私もしっかり練習して、はい、パーティーメニューに作ってみたいですね。ぜひ作ってみてください、はい、その前にどんな味なのか気になる、いただきます。うん、うん、お酢も効いてますし、野菜のねそれぞれの美味しさも感じられて、何よりねそれをまとめているのがサーモンの旨味。うん、これは華やか。ご家庭でナイフとフォークで召し上がっていただきたいですね。ぜひ皆さんも作ってみてください。今週はホテルメトロポリタン秋田の岸則夫総料理長と、サーモンとカラフルな野菜のミルフィーユ作りました。来週はフードコーディネーター桜庭美沙夫さんと、食感を楽しむ豚肉生姜焼きを作ります。以上、シェフズレシピでした。